もしもし、はい、おはようございます。高橋真理です。今日も気をつけて、そして元気にいってらっしゃい。さあ、陽気な音楽が鳴ってきました。突然鳴ったねそして突然登場ですが、行っちゃいましょう、はい、クロノスお目覚めリクエストです。昨日の夜モーニングコールの応募をしてくださったリスナーさんのうち1名の方にこれからお電話します、はい、出てくださったら5000円プレゼントです。行きましょう。起きてるかな。急にかかりますからね。そう、びっくりしますよね。まずね、かかるまでが心配。コール音がするかっていうね、ドキドキ感じ。ドキドキする。久しぶりじゃないですか。久しぶりだよねこれ、うん、もう見てください、スタッフがアタフタしてる。久しぶりだから。ガチですからねもうこれ仕込みとかじゃないからね。2週間続きますからね。起こしますから、ね、2週間これやるか。もうでもまあ、あの朝起きて話したい人よかったら、あのそうですね、全力で起こしますし、応募はしてください、うん、もう全力で起こしますよ、うんうん、本当に起きたい方もね。そう、あの別に起きなくてもいいけど、まあ起きてもいいっていう方も送ってください。うんうん、あ、なった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 。うわ。もしもーし。大変、初日。もしもし。おはようございます。おはようございます。状況を理解していらっしゃいますか。あ、生のやつですよね。あのリクエストの。そうです、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ラジオネームを教えていただいてもいいですか。ラジオネームが、オクパードでハポンと言います。オクパードでハポンさん、北海道苫小牧の方なんですよね。はい、そうです。おはようございます。起きてました。今起きました。寝てたでしょどう見ても出てたでしょ今のよかった、出てくれて。いやー、よかったわ。出ます。あの、僕が釧路でトークショーやった時に来たんですか。はい、行って、最後の抽選の写真会の時に、はい、撮影会の時に、はい、一緒にツーショット撮ってもらって。ありがとうございます。お仕事は何されてますか。学校の先生をやってます。あ、そうなんですね。今日の予定は。今日ですか、はい、今日はこのあと車の車検に出して、その後プロレスを見ます意外な答え返ってきましたすいません、ちょっとお時間来てしまったんですけど、初日に出ていただいてよかったです。ありがとうございました。リクエスト曲をおかけしますので目覚ましてくださいね。あ、もう目覚めました。はい、今日も気をつけていってらっしゃい。いってらっしゃい。陽気な音楽が鳴ってきましたが、はい、今日も行きます。はい、行きましょう。クロノスお目覚めリクエスト。はい、昨日の夜モーニングコールの応募をしてくださったリスナーさんのうち1名の方にこれから電話します、うん、出てくださったらそれだけで5000円です。さあ、出ますかね今日はね。昨日はでも北海道の方でね、しっかり寝てらっしゃって、それで あってなってましたよね。ああ朝の生のやつですよねって言われましたからね。まずなるかな、なるかがどうかがまずちょっとね心配なんですよね。コール音するかな。昨日もね、かかるまでにちょっと時間がかかってドキドキしましたが、かかりましたね、まさかね、自分にかかってくるとは、かかってくるとは思ってない可能性ありますからね。かかりますからね、そう思ってるとね。さあ、どうでしょうか。あのですね、スタッフも不慣れで、不慣れですからね。今やったんですけどとか言って、繋がってません。逆切れしたけど、繋がってませんよまだ。コール音もしてませんよ。お、鳴った。もしもし、おはようございます。はい、ミツバチ団子さんですか。はい、そうです。何かわかりますか。クロノス。あ、そうです。おはようございます。おはようございます。今聞いてらっしゃいました？はい、ラジコで聞いてます。あ、そうなんです。ありがとうございます。どこに住んでらっしゃるんですか？はい、どこですか？どこに住んでらっしゃいますか？京都に住んでます。おお、お仕事は？あ、お仕事何やってらっしゃいます？あ、今の派遣で仕事してます。あ、もうしてらっしゃるんですか？はい。おお、すごい。今してないですか？ですか。はい、まだです。これからですよね。はい、そうです。今日お仕事ですか？はい、あ、今日休みです。あ、お休みなんですね、はい、じゃあこの5000円を使ってぜひ楽しんでいただ
ければと思います。はい、ありがとうございます。はい、またぜひクロノス聞いてください。あ、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ということで、京都に住んでる方ちゃんとね電話出てくださいました。さあさあ、今日もこの時間やってまいりました。いきましょう、クロノスお目覚めリクエストです。昨日の夜ね、モーニングコールを応募してくださったリスナーさんのうち1名の方にこれからお電話します。出てくださったら5000円プレゼントです。はい、行きましょう。今日は全国のどこに行きますかね。たくさんメッセージいただいて本当にありがとうございます。なるかな、この時間が毎日ドキドキ、この時間が毎日ドキドキしますよね。これね、本当に。お、なんと、なんと、あかん、あかん、あかん。はい、もしもし。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ラジオネーム教えていただいてよろしいですか。スケさんです。スケさん、おはようございます。おめでとうございます。聞いてくださってました。はい、あ、よかった。なんかもうすっかり起きてる声ですけども、はい、何時に起きられたんですか。5時半ぐらいですね。毎日それぐらいですか。はい、ありがとうございます。クロノスは毎日聞いてくださってるんですか。はい、もう毎日洗濯干しながら聞いてます。すごい嬉しい、ありがとうございます。いや、嬉しいです、ありがとうございます。どちらにお住まいですか。山形市です。山形県山形市です。おお、じゃあちょうど今芋煮の季節ですよね。そうですね、はい。じゃあ芋煮はもう食べられましたか。家では食べてるんですけど外でやってなくて。あ、外でやっぱりやるもんなんですね。そうですね、山形の方々の芋煮っていうのは。はい、うん、今日の予定は当然お仕事ですか。あ、そうですね、今から仕事で。じゃあ仕事があるんで朝早い。はい、お仕事は何されてるんですか。まあ食品関係の仕事をしてます。ああ、朝早いですね。はい、今日はじゃあ仕事に行かれて、はい、で、このじゃあ5000円はどういうふうに使いたいですかね。あ、そうですね、子供と私ラーメン好きなのでちょっとラーメン食べ歩きというか。いいですね。まあ2回か3回はいけそうですね。そうですね、2回ぐらいいけそうですね。あ、いいですね、替え玉もできちゃいますね。そうですね。山形ってラーメン何系があるんですか。山形はいろいろあって、はい、まあ、山形4つの地方に分かれてるんですけど、ラーメン多いんですよね。確かね、そうですね、はい、じゃあいろんなラーメンを楽しんでいただければと思います。はいはい、ありがとうございます。はい、お子さんは何歳なんですか。子供は、2人で上が小3と、うん、下が、年長です。お子さんも早く起きてるんですか。もう起きてます。いや、まだ寝てます。じゃあこの時間結構平穏無事な時間ですね。そうですね、はい、わかりました。リクエスト曲何をおかけしましょうか。小沢健二さんの、はいはい、僕らが旅に出る理由をお願いしたいと思います。いいですね。はい、だいぶ山形も肌寒くなってきて、今日も気温20度届かないということなので、はい、十分暖かくしてお仕事行ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、今日も気をつけて行ってらっしゃい。はい、ありがとうございます。さあ、それでは今日も行きましょう。クロノスお目覚めリクエスト。はい、昨日の夜モーニングコールの応募をしてくださったリスナーさんのうちですね、1名の方にこれから電話をします。電話に出るだけで5000円プレゼントします。今のところ毎日必ず出てくださっているというパーフェクトですからね。今日はどこにかけましょう。早めにかかった。あ、どうだろう。あれ、ぜひ起きていただきたい。ぜひ起きてぜひ起きていただきたい。取っていただきたいんですけど。ただいま電話に出ることができません。しばらく経ってからおかけ直しください。いや、しばらくやってすぐかけてみましょうか。もしかしたら今ので今ので起きたかもしれない。起きたかもしれないですよ。いや、もう一回もう一回かけてみましょうか。ね、今日の方ね、諦めが悪いのは僕らでなんで、今日の方ね、ぜひ起きていただきたいんですよ。 いいですよね。今ね、メッセージ内容を読んでるんですが、はい、どうでしょうか。起きてお願い。はい、もしもし。おはようございます。おはようございます。おはようございます。東京 FM クロノス中西哲のクロノスです。本当ですよ。 今間違い電話だと思って。間違い電話じゃありません。あ、
おはようございます。嬉しい。今ラジオネーム教えていただいてもいいですか。ごめんなさい、 KA です。 KA さんおはようございます。おはようございます。どちらお住まいですか。千葉県です。はい。お仕事は。あ、浅草に行ってます。お、そうなんだ。はい、あのモーニングコールしてほしい理由をぜひお聞きしたいんですけど。はい、はい、22日にちょっとトイックの英語の試験があって、はい、今もちょっと勉強をしていたんですけど、あ、なるほど、はい、なかなかちょっと起きれないのでメッセージを送りました。あー、よかった。メッセージの方でいつもこう6時半ぐらいまで起きられないとおっしゃったんですけど、ちゃんと勉強してらっしゃったんですね。今起きました。あ、今日は。すごい。あー、びっくりした。いやー、嬉しいです。我々も出ていただきまして。あと、ラジコ、はい、ラジコ、はい、どうぞ。なんかラジコだとなんか時差があって、うん、そうですよね。今まだ電話のコーナーじゃなかったのでボケっとしてました。すいません。そういうことも我々は計算しなきゃいけないわけですね。参考になります。でもあと10日ですよね。はい、試験まで。はい、だいぶ進んできました。ちょっと全然ダメなので、クロノス始まる前から勉強しないとダメですね。お偉いですね。さあ、それではお目覚めリクエストをいただけますでしょうか。はい、はい、ミスチルのひまわりでお願いします。この曲は何か思い出あるんですか。うん、あのなんかずっとこの本を読んでて、あの映画化されて、はい、なんかすごい感動したので。あ、なんか、はい、じゃあこの曲を聴きながら勉強の、はい、出勤時間まで頑張ってくださいね。応援してます。はい、ありがとうございます。またよかったらクロス聴いてください。はい、いつも聴いてます。ありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。はい、行ってきます。それでは今日も行きましょう。クロノスお目覚めリクエストです。はい、昨日の夜にモーニングコールの応募をしてくださったリスナーさんのうち1名の方にこれからちょっとこちらからお電話をいたします。はい、そして出ていただければこれ5000円のプレゼント、権利発生します。うん、今週ずっとね今まで、出てきているんですよね。そう、毎日で出てくださったので、はい、今日はどうでしょうか。このね瞬間がね、うん、毎日ドキドキしてるんです。出なかったらどうするんですか。え、その時考えましょう。 出ますかね。早いですからね朝。早めさ、おはようございます。おはようございます。東京 FM クロノスです。おはようございます。早水とマリエです。わかりますか。おはようございます。ラジオネームは、お名前を。はい、はい、ゆでたまごんちゃんです。はい、ちなみにどちらに住んでいるか言えますか。東京武蔵野市吉祥寺に住んでます。はい、今日はどうですか。寒い中目覚めはいかがでしょうか。はい、起きてました。起きて小雨だったので、うん、外走ってます。すいません、全然言ってて。走ってる。あれ、今、はい、出勤中ですか。あ、ランニング中です。ランニング中だ。もう起こす必要ないじゃないですか。すごい。僕らが。けどさ、ちょっと息が上がってる、はい、凍えてますね今ね。そうですね、今日は寒いです。そうですよね。はい、いつもこの時間はランニングされてるんですか。はい、あ、そうですね、大体晴れた日は走ってるんですけども、はい、今日はちょっと失敗だったかな。そうですね。気をつけてくださいね、寒くなりますのでね。走ったりね。ありがとうございます。はい、ちなみにゆでたまごんちゃんさん、お仕事は何されてるんですか。お仕事は会社員です。あ、じゃあこの後戻ってシャワー浴びて出社。はいはい、そうですね。はい、うわ、充実ですね。はい、ありがとうございます。はい、これね5000円当たるんですけど何か使い道考えてますか。今日はあの寒いので、うん、レッグウォーマーを、うん、いいですね。はい、ぜひぜひ走るときにぜひ使ってね、はい、いただけるとね。さっきなんか寝るときにもレッグウォーマーおすすめ、私やってるのでやってみてください。はい、はい、やってみます。はい、で、あのお目覚めリクエストをおかけするんですが、何をおかけしましょう。くるりの、はい、ワンダーフォーゲルを、はい、お願いします。ちゃんとくるりって呼ぶあたり、ね、ちゃんとお好きなんですね。さすがですね。はい、僕も趣味が合いそうでくるり大好きです。あ、くるりって言わなきゃダメなんだ。はい、いや、朝からありがとうございました。はい、あの今日本当に寒くなって汗でね冷えないようにしてくださいね。はい、ありがとうございます。はい、帰ったらサワー見ます。はい、はい、今日も気をつけていってらっしゃい。いってらっしゃい。行ってきます。ありがとうございます。はい、
音楽聞こえてきました、はい、先週に引き続き今週もやっちゃいます。クロノスお目覚めリクエスト、早速まで押したいと思うんですけども、クロノスメッセージホームにモーニングコールの応募をしてくださったリスナーさんのうちですね、1名の方にこれからお電話します、うん、出てくださるだけで5000円プレゼントです。先週はずっと出てくださったんで、行ってみましょうか。行きますか。ちなみにですね、もし出なかった場合はキャリーオーバーとなっております、はい、実はね、実はキャリーオーバーだったんですけど、皆さん出ていただいたんで全くならずという状況で、さあ今日はどうかな、ね、はい、生放送ならではの、ね、生放送ならではの、ね、なかなかつながりづらい状況になっておりますが、なんで今日もし出られなかったら明日1万円になります。そう、明日1万円になりますからね。もし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 、おはようございます。おはようございます。あ、東京 FM のクロノスという番組ですが、ラジオネームを教えていただいてよろしいでしょうか。谷です。谷さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。めっちゃ出てましたね。出てました。ね、おはようございます。おはようございます。谷さん、どちらにお住まいですか。東京都です。あ、東京都ですね。はい。朝っぱらからすいません。お仕事も聞いていいですか。仕事はですね、はい、近くの市役所で働いています。あ、そうだったんですね。ちょっと早く起こしすぎましたね。ごめんなさい。とんでもありません。でも今日早く起きなきゃいけない理由があるんですよね。そうなんです。夫のお弁当を今日は早起きして作らなくてはいけなかったので、はい、6時10分に起きなきゃいけないと。そうです、ジャストに起きなきゃいけない。今6時おー10分ですね。今11分になりましたよ。ありがとう。よかった。なんか心臓がドキドキしすぎて、もうなんかすごい今動揺してるんですけど、いや、本当にお二人とお話できて嬉しいです。嬉しいです。ちなみにはい、リクエスト曲をおかけしますが、何をおかけします。一体何をリクエストしたのかも動揺して、確かに大きい声じゃいないですけど、関ジャニエイトのワッハハでしたと思いますよ。これでいいですか。元気が出そうだなと思って、はい、よかった。お願いします。おかけしますのでね、お弁当作り頑張ってください。わかりました。旦那さんにもよろしくお伝えくださいね。はい、よかったらまた聞いてください。毎日聞いてます。ありがとうございます。はい、行ってらっしゃい。はい、行ってきます。ありがとうございました。先週に引き続き今週もやっています、はい、クロノスお目覚めリクエスト。クロノスのメッセージホームにモーニングコールの応募をしてくださったリスナーさんのうち1名の方にこれから電話させていただきます。出てくださったら5000円プレゼントです。出るだけで5000円。いきましょう。昨日も出てくださって、ね、今のところ全員出てくださってるっていう、みんなすごいな。ちゃんとやっぱりこう準備はしてくださって、うん、お、なったなった。あ、朝ですよ。おはよう。初めての展開でしょうか。ドキドキしますね。出ないかな。ただいま電話に出ることができません。もう一回かけましょう。もう一回いきましょうか。この間もう一回かけて出たから、一回このコール音で目が覚めて、もしかしたらこれ落とし穴がありまして、はい、ラジコで聞いてるとちょっとタイムラグがあるので、そう、この間それだったんだよね。今かかって来るのみたいなタイミングだったりするらしいので、もしかしたら出てくださったら嬉しいな。さあどうでしょうか。毎日ドキドキしてますけどね、はい、でもし今日出られないとなると、今日の5000円はキャリーオーバーなりまして、明日は1万円となってしまって、大変もったいないですので。もったいないというか、まあ、明日かかった方はそれはそれで美味しいと思いますけど、ぜひ出ていただければ。さあどうでしょうか。ならない。あ、直留守ですって。じゃあキャリーオーバーですね。一応メッセージご紹介しましょうか。東京の中野区の22歳の男性の方、チェンジさんなんですけど、はい、毎朝出社前に新聞読んだり勉強したりしようと思っていますが、実際には行動を起こせませんと。うんうん、よくわかりましたよ。はい、なのでモーニングコールをお願いします。はい、したんですけど、つながらなかったから、ね、ちょっと寒い朝ですからね、ゆっくりねお休みになってるのかも。これ
あとでタイムフリーで聞いてくれると嬉しいけどね。そうですね、5000円明日へのキャリーオーバーとなります。明日は1万円プレゼントとなりますので、せっかくご応募いただきたのでリクエスト曲をおかけしましょう、はい、アレキサンドロスでアドベンチャー。さあそれでは行きましょう。先週に引き続き今週もやっていますクロノスお目覚めリクエスト。はい、クロノスのメッセージホームにモーニングコールの応募をしてくださったリスナーさんのうち1名の方にこれからお電話をします。出てくださったら今日は昨日の分のキャリーオーバーがありますので1万円プレゼントです、うん、じゃあ行きましょう。いやーちょっと今日出なかったら1万5000円に明日なっちゃいますからね。まあそれはそれで嬉しい人もいるかもしれませんけども、1万円のお電話です。そうですよね、電話出るだけで1万円もらえる。1万円のコール音です。もし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 、おはようございます。はい、東京 FM クロノスです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ラジオネーム教えていただいてよろしいですか。沖縄県カーサムーチーです。カーサムーチーさんおめでとうございます。おめでとうございます。あ、沖縄県の方。あ、そうです。あ、そうなんですね。あったかいです今。暑いですね。あ、いいですね。東京寒いですよ。ちなみにお仕事は何されてるんですか。パン屋さんやってます。あ、じゃあ朝早いですね。そうなんですよ、そうだそうだ。何時ぐらいに行かれるんですか。あ、今出勤中です。あ、そうだったんですね。わかりました。じゃあもう仕事がすぐ始まるということで、あとあの、はい、メッセージに、はい、朝は 2V しているので起こしてくださいって書いて、この 2V って何ですか。もうちょっと眠たくてちょっとボケとしている状態なので、ちょっと起こしてほしいなと思って。え、沖縄の方は 2V って言うんですか、それを。あ、言いますね。へえ。え、カーサムーチーは何ですか。あ、お餅なんか葉っぱで包まれたお餅があるんですけど。あ、そうなんですね。へえ。那覇今日最高気温31度って、まだまだじゃみんな半袖ですか。そうなんですよ。うわ、午後はやばいです。午後やばいんだ、羨ましい。羨ましいですね。あとあの職場の先輩の影響を受けてっていう風に書いてあるんですよ、ラジオにハマった理由がね。あ、そうなんですよ。え、それパン屋さんの方がですか。あ、そうです。なんとおっしゃったんですか。え、ラジオ楽しいよみたいな、ま、毎朝自分聞いててみたいな感じで、はい、もうすごくいい先輩。そうかなと思って。それで聞いてくださってるわけですね。はい、そしたら結構ハマっちゃって。あー、惜しいなあ、すごい。でもあ、こっちもすごい。カサムーチさん、リクエスト曲をおかけしますが、何をおかけします。アクアタイムズの虹お願いします。わかりました、おかけしますのでね、あの今日も美味しいパン作ってくださいね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。今日も気をつけていってらっしゃい。いってらっしゃい。大丈夫だよ。それでは今日も行きましょう、クロノスお目覚めリクエスト。はい、昨日の夜モーニングコールの応募をしてくださったリスナーさんのうち1名の方にこれから電話をします。出てくださったら5000円プレゼントです。じゃあかけましょう。さあ今日はどうでしょうか。まあ、昨日ねキャリーオーバーの1万円、ね、沖縄の方に持って行っていただいたんで、今日はどこに電話しましょうかね。今日はね全国的に寒い朝ですからね、起きるのが辛いかも。確かに起きるのは辛いかも。今日はもしもし、おはようございます。おはようございます。東京 FM クロノスです。あ、はい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 。ラジオネーム教えていただけますか。あ、ねむこです。ねむこさん、おはようございます。おはようございます。ねむこさんはどちらにお住まいですか。あ、東京都です。あ、寒いですね今日の朝ね。今日すごい寒くてね、10度ぐらいしかないんですよ、はい、あの、はい、お仕事は何をされて。はい、ジムをしてます。ジムをされている。はい、じゃあこれから出勤ということですかね。あ、これから出勤です。あ、そうなんですね。今日すごく寒いので、はい、コート着てた方が良さそうですよ。あ、そうですね。そうなんですよ。昨日は何も着てなかったんですけど、今日は着込んで、はい、やってたいと思います。はい、あのモーニングコール応募してくださった理由とかありますか。あ、理由ですか。今日あの誕生日で。
おめでとうございます。ありがとうございます。もしかして今日一番目に言われたとかそんなことはないですか？一番目に言われました。一番目ですか？よかったやった、おめでとうございます。ありがとうございます。今日本当に何もなくて、でもしおめでとうって言ってもらえたら頑張れるなと思って応募しました。よかったです。起きていただいて出ていただいて本当よかったです。いやでも社会人になると誕生日なんて何もない、そんなもんですよね。あ、ね、私も一緒です。はい、一緒です。なんかちょっと温かいもの食べてね、いただければと思いますが、はい、ね、ありがとうございます。5000円プレゼントしますが、あ、はい、何に使いましょうね。何に使いましょうね。誕生日とかちょっとご自分にご褒美で、そうですよね。いいね。そうですね。お食事とかね。美味しいお肉でも食べますかと思います。あ、いい。うん、ぜひ一緒に食べたい。さあ、そしてリクエスト曲をおかけしますが、何をおかけします？あ、サンポーブチキンのリボンでお願いします。わかりました。私もこの曲大好きです。この曲聴いて、ね、寒いですがお誕生日おめでとうございます。そして今日もお仕事頑張ってくださいね。応援してます。頑張ります。はい、今日も気をつけて、いってらっしゃい。いってらっしゃい。はい。それでは行きましょう、はい、クロノスお目覚めリクエスト、昨日の夜にねモーニングコールの応募をしてくださった、はい、リスナーさんのうちに1名の方にこれからお電話をします。出てくださったら5000円プレゼントです。はい、今朝がラストチャンスです。お願いします。出ますでしょうか？電話をかけますが、どうかな。私はね1日だけね起きてくださらなかったんですよ。1日だけ。先週はね毎日出てくるラストなんですけどね。あと走りに行ってるかな。おはようございます。はい、もしもし。おはようございます。東京 FM クロノスです。はい、あ、もしもし、 ラジオネームまっちゃんさんですか？違います。大変申し訳ございませんでした。朝から電話を間違えてしまいました。大変申し訳ございませんでした。すいませんでした。こんなことありますか？本当に申し訳ないんです。これドッキリとかじゃないですよ。本当に失礼なことをしてしまった。でももし今同じ電話番号だと同じことになってしまうのでどうしましょうかね。はい、そうですよね。もしかしたらお家の方が出たのかもしれない。いや、きっと携帯電話でこんなことあるんですね。初めての。あ、ちょっとかけ直してます。あ、多分これはじゃあ番号を間違えて、もしかしたら書かれてしまったかな。書かれてしまったかもしれないですね。はい、ちなみにですね、あのメッセージをいただいたのは、はい、ラジオネームまっちゃんさん、うん、神奈川県の女性の方で、あのまっちゃんさん聞いてくださってますかね。ごめんなさい、もしかしたらね電話番号が間違っていてかけられなかったかもしれないんですが、うん、あのいつも聞いていますとメッセージをいただいていますのでリクエストをおかけします。そしてお電話間違えてしまった、大変申し訳ございませんでした。ではリクエストをおかけしましょうか。そうですね、はい、このじゃあまっちゃんさんのこれリクエストを、はい、かけたいと思います。リクエストいただいているのはこれ星野源さんの3ですね。はい、お送りします。神奈川県のラジオネームまっちゃんさんからのリクエスト、星野源で3お送りしました。そしてね、間違ってかけてしまった方、大変申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。後でお昼、ね、夕方にもう一度お電話を、ね、させていただきたいと思います。はい、リクエストまだまだお待ちしています。はい、ありがとうございます。